パリパラリンピック第11日の7日、自転車の女子個人ロードレース、運動機能障害 C1 から3、で、杉浦佳子、53、が金メダルを獲得し、2連覇を果たした。自身が持つ金メダルの日本制最年長記録を更新した。写真、東京大会後、香取慎吾さんとの対談で年齢の考え方を語り合う杉浦佳子。 静岡県掛川市出身、北里大学薬学部を卒業後、薬剤師になった。仕事を続けながらトライアスロンに励んでいた2016年、45歳の時に自転車レース中に転倒。右半身の麻痺や記憶障害などを負い、翌年からパラ自転車競技を始めた。初出場した3年前の東京大会ではロードの2種目で2冠を達成した。今大会は 4日に行われた女子個人ロードタイムトライアルは6位となり、ロードレースに向けて、しっかり作戦を練って、臨みたいと話していた。